W 杯北中米大会アジア最終予選 C 組インドネシアゼロから4日本2024年11月15日インドネシアジャカルタサッカーインドネシア代表は15日26年 W 杯北中米大会アジア最終予選で日本に04と敗戦2敗目を喫し最下位転落となったが元東京 V の DFR 班22イコール水原 がロングスローで本拠サポーターを沸かせた。試合は前半9分。決定期を迎えるも FW オラトマン軍が放ったシュートが相手 GK 鈴木に防がれゴールならず。すると同35分に DF ヒュブナーのオーンゴールによって失点。同40分には MF 南野にも得点を許し、0の2。後半にも失点を重ね完敗した。 残念な結果に終わったが DFR 班が本拠サポーターを沸かせた03とリードを許した後半17分から途中出場得意のロングスローを披露しようとすると客席からは大きな歓声日本ゴールを何度か脅かしたこれがネットから日本語でインドネシアのロングスローが脅威ロングスロー飛距離すごいねまさかのロングスロー多用とんでもなくロングスローを飛ばす と反響アルハンを知る日本サポーターからはもしかしてあのアルハンなのか西が丘を沸かせたあのロングスローがアジアの舞台で再び火を吹いているアルハンさすがすぎるロングスローで右に出る者がいないアルハン入ったらサポーターのテンションが上がったといった声が上がった。